ども、国日記です。はい、今回またお給料公開動画を上げていこうかなと思っております。もうなんか勝手にシリーズ化みたいな感じで、もう初任給から1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月って やらせてもらってますけど、そんな感じで今後もちょっとやっていこうかなと思っております。ほいでですね、今回僕、まあ、お給料、まあ、この後給料明細流すんですけど、今回僕コロナ陽性になってて、その間今回のお給料もらう間、娘が多分学校でもらってきて、ほいでまあ看病っていうことで、まあ看病してたら、まあやっぱ僕もマスクとかしてたんですけど、お互いまあでもやっぱうつるというか、まあ僕もコロナ陽性になっちゃって、結果まあ10日間もうちょいかな、11日12日間ぐらいちょっと会社にご迷惑かけてちょっとお休みいただいてたんですけど、その間のお給料はまあやっぱり出勤という扱いにはならへんもんで、お給料少ないと思うんですけど、まさかまさかのことがありまして、ありがたい話だったんですけど、ちょっとこの後のお給料明細で見ていただこうかなと思います。それは何やったのかっていうのもこの後で説明いたしますので見てください。それではどうぞ。はい、出勤日数が、20日間、時間外が、まあ、1400円、466円、1500円と、3段階に分かれております。で、基本給21万で、まあ、そうですね、就業手当、住宅手当、通勤費、課金手当、職務手当と運転手当です。これで一応まあ総支給がまあ30万近く、29万2千円いただきました。そうしてまあもろもろをまあ引かれまして、手取りが24万7477円です。まあ結果的に言うと、こういう形になります。はい、それでは動画へ戻りますので引き続きよろしくお願いします。はい、どうだったでしょうか。まあ、今見てもらった通り、24万弱、手取りがあったんですけど、いただいたんですけど、これがなんでかって言ったら、まあ、普通に10日間、まあ、2週間近く休んでたらまあないじゃないですか。で、これがまあ要は会社の社長とあと取締役の方ですねの2名のご厚意で、まあその出勤扱いとしてはできへんけども、あのちょっと要はポケットマネーみたいな形でいただいたっていう感じなんですね。まあちょっとまあ僕も初心者なりにはいつもまあわからんなりにやらせてもらっとって、そこをちょっとその二方が見てくれていただいてて、まあ、今後の頑張りにも期待やということでいただいたので、ちょっとそうですね、今後も頑張っていこうかなと改めて思った次第でございます。ということで僕の、はい、5月度のお給料が24万でした。いやもんで、次もまたいただいたら動画を撮らせていただこうかなと思いますので、次もよかったら見てください。それではありがとうございました。ジョニー日記でした。では。